南の島からこんにちは、こんばんは。バリタルボーの方、堀です。堀です。今日はどこにいますか？パサルクルナン、はい、クルナン市場、クルネンというクルネン市場ですね、はい、におります。で、ここで今日やりたいのは100円以下で、100円より下で食べられるインドネシア、バリ島のローカルフードを何個かご紹介していこうと思います。ちなみにインドネシアではその100円、日本の100円ってどれぐらいの価値っていうかあるんですか？何ができる？ご飯とかできます。ご飯食べれるね。食べれる、ローカルのとこで食べれる。そうです。ガロンとか、あ、水だ、水、ガロン、水のでっかい、なんでかいの買えるね、確かに、ね、買えます。よし、じゃあ行ってみようか、早速。それではバリタルボーの味方、スタート。ということで、やってきているここの市場はですね、クレネン市場と言いまして、どうだろうな、ローカルですね、ネンパサールエリアにある大きな大きなローカル市場となっております。参考の方はあんまり見ないですね、うん、そんなもう本当にローカルの方しかいないような市場となってます。うん、ああいうなんかストリートフードなんで、出店系でね、食べれたらなと思います。アディ、はい、何がいい？それはいいですか？あー、あのおばちゃん、それ違いますよそこ、これこれこれあれか、オンデオンデですね、行ってみよう。これはオンデオンデというですね、ごま団子になります。これ食べよう。オンデオンデ、うん、これ1個もらいましょう。じゃあ1個、1個って何だろう、1袋、100円分とかで買うのかな。そうですね、 OK、 分かりました。とりあえずじゃあ100円分、スプルリブ分でいいわ、うん、ちょっと普通って、普通の1人前ぐらい、リマリとか、リマリ、じゃあ5000ルピアぐらいで、はい、5000ルピアだと大体ですね40円ぐらいとなります。あ、これ今早速揚げてる。これは何だろう、ニンニクにしか見えないけど、これは多分オンデオンデ、ごま団子とは別のやつで、こいつですね、モレンと呼ばれるこれになるのかなと思います。ふう、買った1個目、とりあえず40円ぐらいで買ったごま団子ですね。このぐらいです。40円で、まあ、手のひらいっぱいぐらいかな、うん、でも食べ歩きにはちょうどいいぐらいですね。はい、ね、食べながら違うお店も探してみようよ、うん、はい、行きましょう。トモロコシか、これは何、ジャグンススケジュー、ジャグン、おー、なるほどね、ジャスケ、ジャスケで、ジャグン、トウモロコシ、牛乳とチーズ、え、これちょっと行こうよ。これ1人分でいい？で、いくらなんだろう？よく食べるの？子供の頃の時は、よく食べた。よく食べた。じゃあ子供の食べ物みたいな感じ？今大人2人で買って。大丈夫大丈夫なんだ。こういうお店はさ、夜の方が多いんですか？そうです。夜の方が多いです。カップルとか。あ、カップルとかデートでね、来てね。え、これ食べる？みたいな。いいじゃないですか。やったことある？ないです。はい、いや、しかし、おすごい。はい、とりあえず今ね、さっきのコーンのやつと、オンデオンデですね、いただきます。どうぞ。はい、食べよう、食べましょう。いただきます。あ、これさ、もうカロリー怪物みたいな食べ物だよね。そうですね。トウモロコシにバターとチーズとチョコレートと練乳が入った食べ物となっております、うん、はい、いただきます。はい、いただきます。うん、意外に美味しい。うん、ここも、これも美味しいです。甘じょっぱい。どう？これもう揚げたて、揚げたてです。これも揚げたて、丸揚げ、うん、そうですね。なんだろう、甘いのとしょっぱいのが一緒になってるから、甘じょっぱくて美味しい。これは何味？オンデオンデの味ですです。豆なんですね。豆、ちょっと食べ歩きしようか、じゃあ、うん、食べながら。いやー、なんかこの時期でも人多いね。でもこの辺はさ、そうですね、今コロナのあれで早く閉まるんだよね。そうです。9時ぐらいに9時まで閉まる。これでも人いない方だよね。うん、ハロー、ハロー
かジュースみたいな感じで。飲み物です。なんか飲むかじゃあ。うん、何を、なんかインドネシアっぽいやつってどれかな。はい、じゃあこんな感じで、これ飲み物なんだよね。そうです、やっぱりドリアン、うん、やめて、ドリアンだけはやだ。粉の飲み物、昔なんか日本でも駄菓子とかね、今もあるのかな、わかんないけど、ありましたよね。そんな感じですね。これが、あ、ドリアンだ、これは。なんで味がでも南国っぽくて、マンゴー、ドリアン、エステレール味、ミルクシェイク、ミルクシェイクパワー、チョコレートとかね、そんな感じとなっております。味どれ？バニラブルー。どう？いいよ。サトゴジャサマーマンゴーや、マンゴー、ドゥワサマメ。いやー、なんかすごいいいね、ローカルっぽいね。そうですね。じゃーん、こんな感じのものですね。ブラパ？いくらなんですか？ブルリブー、1万。これ1個1万。2個。あ、2個で。じゃあ1個で5000ルピアですね。ってことは40円ぐらい。はい、ということで、3つ目は、このジュース、トップアイス。トップアイス、トップアイスは1個40円だからね。そうですね。甘い、甘い、美味しい。甘い、喉が甘くて美味しいよ。喉がもうやられる甘さ、美味しい。結構あれですか、よく飲むの？おかしいですね、最近は飲めない。飲まない。大人になったらあんま飲まないもの。そうですね。あ、なるほどね、子供のものです。美味しい。なんかご飯屋さんが増えてきたね、こっちから、ね、ご飯エリアだね。なんか100円で食べれるのあんのかな。外バビって言ったら高いの、ちょっと聞いてみます。うん、ぼ、外バビはくだせ、1万。おお、いいじゃん。じゃあ外バビ1個食べようよ。サトゥ外バビ高瀬に。おい、ということで決まったよ。外バビなんで、豚のスープみたいな感じかな。そうですね。うん、はい、ということで、これが外バビです。うん、豚のスープですね。こんな感じで豚肉が入っております。美味しそうだね。これが1万ルピアなんで80円ぐらいとなっております。ローカルプライスですね。あ、美味しい。カニスープの味する。美味しい。この焦がしニンニク、玉ねぎ、焦がし玉ねぎかな。玉ねぎ。うん、焦がし玉ねぎがすごい効いてて美味しいですね。完食。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。すまーす。すまー。さあ、ここまで何個食べたっけ。1、2、3、4。あと2個ぐらいなんかいけたらいいね。ここはただのナシジンゴという。あ、ナシブックス。食べる、食べてみる。食べてみますか。はい、食べてみます。はい、これがナシナシジンゴ。これがナシジンゴですね。ナシジンゴ、はい、これでいくらですか。5000ルピア。5000ルピア、40円ぐらいですね。お米とちょっとしたおかずがついて、これは何の葉っぱだろう。バナナの葉っぱですよ。バナナの葉っぱですね。バナナの葉っぱで包んであるようなものです。そうです。道とかでもよく売ってますよね。そうですね、最近ね。いただきます。いただきます。おいしい。まだです。おいしいよね。はい、ちょっと食べよう。一回いただきます。うん、おいしい。はい、どうぞ。美味しいだから、うん、堀さんが食べます。この米が美味しい。あ、そうです。なんだ、ナシプニン。黄色い米、なんだろう。ちょっとココナッツミルクと、あ、ココナッツミルク、はい、プニュ、ウコン。ウコン、ウコン、ウコン、ウコンじゃない。ウコン、ウコン、ウコンと、入ってるんだ。うん、だからちょっと甘い感じだね。
同じぐらいですね。あ、結構外バビが、この辺はこのなんか串みたいなのは串、うん、こういう、こういうのはこういう串みたいな、ね、ブランデケはブラク、ケラケラセ、セ、セいいね。harganya 3000 satu satenya nasinya 4000 goreangnya 1000 へー、なるほど。いくらだったの？ティガリブぐらい。ティガリブぐらい。じゃあ1本本当に25円とかそういう感じなんだね。でこれはさ、貝だよね多分ね。そうです、貝ですよ。貝はアレルギーなんだよね実はね、こっそりね。これはタニシー。タニシー。タニシーですよ。じゃあちょっと食べたいけど貝アレルギーだな。ラーメンっぽい。じゃあ私これ食べたいな。辛いかなこれ。どうぞ。イエーイ。いや、盛り上がしょう。ジャパン。ジャパン。アンディは？これは私はこれ。タニシ。タニシ。はい。これだけば。ナムリブ。ナムリブ。千ルピアなんで。千ルピア。48円とかですね。わーい。はい、ということで、なんかわかんない。何これ？麺。ソーセージ、これソーセージと麺、麺ソーセージ、麺が巻いてあるタイプの、揚げてあるやつです。これはタニシ。タニシ、あ、高い。あ、おいしい。これはおいしいわ。なんかそうですね、ベビースターラーメンみたいな感じだ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。見ていただいた通り、バリ島ではですね、100円あればいくらでもストリートフードあります。本当にもうお腹いっぱい、もうこれ以上食べれないという感じですね。ぜひこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お忘れなく、よろしくお願いします。夕日の時間になってきましたね。僕はこれからライブ配信です。毎週火曜日と木曜日ですね、の日本時間8時からライブ配信もしているので、ぜひぜひ。いやー、なんか虫がいる、やめて。まあ何こいつ。毎週火曜日と木曜日ライブ配信もしているので、ぜひぜひ興味ある方いたら見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バリ島旅行の味方、堀でした。